皆さんこんにちは、ベビーリポートのラナです。今回は芸術の秋、読書の秋、そんな秋の魅力をベベの家具でご紹介します。はい、ということで今回は自分たちがもうこれって芸術だなって思う、そんな家具やインテリア雑貨を持ってきたので、それについて皆さんに居心地悪い、そんな魅力をお伝えしながら、さらに一緒に皆さんと秋を楽しんでいければなと思います。動画に入る前に、もしよかったらベベのインスタグラム、 LINE 公式アカウントを登録してみてください。概要欄の方に詳細を載せているので、ぜひチェックしてみてください。それでは早速動画の方へ入っていきましょう。レッツゴー。はい、ということでこちら、私はこのハンドペイント家具についてご紹介したいと思います。ハンドペイントシリーズであったり、アントワネットロココ調シリーズをご紹介した際もそうなんですけれども、本当にワクワクときめくような、そんな芸術の一品だと思っているので、今回はこちらをチョイスしました。ポイントだったりをまとめてきているので、ご紹介していきたいと思います。まずハンドペイント家具の良さは、ハンドペインター、職人さんが一つ一つ丹念に描かれているということで、他の人と被ることがもう本当に一切なくて、一つ一つ手作業なので、自分だけのオリジナル家具、そんな特別感だったりを味わっていただけます。1段目、2段目、3段目って見ていっていただいても、ちょっと変化があったりとか、そういうのも楽しんでいただけるような家具です。と2つ目がこのローズ、本当に可愛らしくって女性らしいローズ、そんなお色味であって、そんなお花のペイントは多分女性の皆さんはワクワクするような、そんなハンドペイントになってると思います。見てるだけでほっこりしたり、うっとりしたり、そんな芸術っていうのを味わっていただけると思います。そして最後に、私は水彩画が好きなので、以前の動画でも少しだけお話ししたんですけれども、なのでなんか手書きのハンドペインティングインテリアだったりはずっと見ちゃって、お花の明暗であったり、グラデーションであったり、強弱であったり、やっぱこう目立たせたいところとか、お色味の変化とかがある、そういうのもなんか、やっぱり職人さんってすごいなって思って、毎回こう見て感動して、そういうのを味わってます。なので芸術って言って、この企画をするってなった時に、ハンドペイント家具っていうのが一番真っ盛り思い浮かびました。で、そんな芸術をすごくすごく感じていただけるインテリアって珍しいと思ってて、ベベでは皆さんにさらに向こうのときめき、やっぱりシンプルなインテリアももちろんいいんですけど、さらに向こうのときめきであったり、特別感であったり、プラスアルファを味わっていただける、そんなインテリアをたくさんご用意しています。これはね、ベベの芸術品たちの中の一部なんですけれども、私が今回お勧めしたかったのはこのハンドペイント家具でした。ぜひ一緒に皆さんと私たちで芸術の秋を楽しみましょう。続いては直子さん、お願いします。はい、私の中での芸術は彫刻や絵画などを思い浮かべます。その中で私の一押しはこのキングチェアと、私が好きなミューシャの楽屋を紹介したいと思います。で、ミューシャの作品はしなやかな曲線と美しい色彩が特徴で、モチーフが女性が多いんですけど、本当見てて飽きが来なくて、いつもうっとりして見ています。このキングチェアなんですけど、彫刻の細やかさや透かしの技術はすごく芸術を味わいます。職人さんの技はすごいといつも感動しますが、このデザインとこの迫力、存在感、全てにおいて芸術品だと思います。お部屋にこのような絵だったり、こういうものを置かれると、インテリアの空間にメリハリができて、心地よい豊かな場所に生まれ変わると思いますので、ぜひ体験してみてください。では次、メグさん、よろしくお願いします。秋といえば読書の秋、読書の時間をより楽しむために、素敵なラフがいかがですか。本を読むための明かりとしての役割はもちろんですが、ラフの明かりは癒しを与えてくれるので、一人の読書時間をよりゆったりと楽しむことができます。このランプはカチカチとかじゃなくて、手でちょんちょんってつくので、秋なので落ち着いた色合いのランプを
ということで、いかがでしたでしょうか。皆さんに芸術の秋、読書の秋、そんな秋の良さをベベとインテリアと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。他にもたくさんベベには芸術を感じられる家具や雑貨がたくさんあるので、もしよかったら概要欄の方にサイトのリンクを貼っているので、よかったらチェックしてみてください。最後までご覧くださってありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、オンラインストアの URL は概要欄の方に貼っておくので、ぜひそちらもチェックしてみてください。グッドボタン、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた来週水曜日夜7時の動画でお会いしましょう。バイバイ。